31日に放送されたフジテレビ系アウトデラックスに女優の斉藤由貴が出演し、自身の過去の活動を語る場面があった。番組では斉藤のアウトなとことして、音楽番組で他の歌手が歌っているのを聞いている時間が嫌いであると紹介。斉藤は過去にアイドルとして出演していた番組に関して、生放送の歌番組とかあるじゃないですか、すごく苦手でしたと、他の歌手が歌っている頃で手拍子したりすることが嫌だったとまさかの告白。またカメラが自分を映している時にも何者でもないような顔をしてと、芸能人にあるまじき対応をしていた斉藤にマツコデラックスも爆笑。続けて周りの歌手たちに関しても、なんだかみんな仲がいい感じに見えた、でも私はそこに入ることはできなかったからすごく辛かったですねと、終始独特な空気感で当時を振り返っていた。これを見ていたツイートテアでは、計算じゃないこのフォワット感にはアウトな斉藤由貴が見れてよかった、ちょっと不思議ちゃんみたいなとことか好きやわと、斉藤の雰囲気に魅了された人がいたようだ。斉藤が過去のことを振り返る場面は杉さんにもあった。出演した番組で斉藤が、あ、そのようよう、何の因果か懐かしいわねと、自身が過去に演じたスケバン刑事の主人公浅見朝希の決め台詞を匂わせ反応していたことがあり、ネットではヨーヨーのプロですからね、かっこ笑いと盛り上がりを見せていた。